開始いたします。はい、共有画面いきましたでしょうか。それでは、農業チームの発表を始めさせていただきます。まず本日の目次です。まず背景とビジネス視点による意義というところをお話しした上で、実際の成果物としての GQN プラスストラテジーズ、アキメイトでの DX 戦略マップ、または、視点分析表などですね、交えながら紹介していきます。そして、ワーキンググループを終えた考察ということで、おのおのから、考察を述べた上で、それを踏まえた今後の進め方の提案というようなもので、進めて発表してまいります。はい、ではまずですね、背景のところです。農業、さまざまな問題を抱えております。食料自給率の低下や、農業従事者の減少、また新規参入のハードルの高さと様々あり、人間の生命維持にすら関わる非常に重要な社会課題であると考えております。そして今回ですね、我々のチームが、取り上げるのが食料自給率の低下です。食料自給率とは、国内の食料消費が国産の食材でどの程度賄えているかの指標です。食料を輸入している国と関係が悪化すると、価格が高騰してしまったり、リスクが非常に高いです。そういった中で、グラフも載せておりますけれども、現在毎年ずっと下がり続けておりまして、こういった中でですね、政府としては、現在 37% まで、2017年度で 37% まで下がっているところ、2025年までに 45% まで引き上げる目標を掲げています。はい、演習の様子を少しだけご紹介いたします。このような成果物を作ってまいりました。付箋で作って、その後は完全リモートで Google Jam ボードを利用したりしてですね、作ってまいりました。これらの成果物について、この後改めてまとめたものをですね、発表していきたいと思います。はい、それでは交代いたします。社会的な課題として解決する必要性を感じる一方でですね、ビジネス視点において農業に挑戦する意義というのは何があるでしょうか。で、3点ほどこれを例として挙げてみます。で、1つ目ですね、日本の食文化、これは世界でも類を見ないほど多様で競争力のあるものだと考えられます。これはミシュランガイドというフランスの会社が発行している本で、国別で最も多い星があることからもわかります。また2つ目、和牛などを含めてこのような味にこだわりがある日本で評価される食物、これらは世界でも高い評価を受け、高額で販売できる可能性が高いです。3点目、こちらは社会課題にも直結しますが、生きていく上で欠かせない食物を安全、安心、美味しく、安定した価格で供給するということは、ビジネス上、硬い売り上げになるだけでなく、有事の際の拠り所にもなります。特に今年は、すでに野菜の値段が高騰していますが、新型コロナウイルスの影響、プラス、バッタの世界中の異常発生や米中の争いなどにより、既存の食物輸入先の国から今まで同様に食料を購入できるとも限りません。それではどのような目標を目指せばいいのでしょうか。今回我々は食料自給率を 50% にするという目標を掲げました。ここに至った過程の詳細は時間の関係上割愛しますが、この目標を実現するために必要な点は一般的なビジネスと同じであると考えています。つまり儲かること、労働環境と2つ置きましたが、まず皆さんがやってみたいと思う環境が必要だということです。次のスライドお願いします。川崎さん、はい、ありがとうございます。で、先のスライドに至るまでに検討した内容というものを少しご紹介します。例えば、コンセプトファン。これは目標に対してどのような案があるかというものを考えるためのフレームワークになります。今回は食料自給率を 50% に向上させるということを目標に、どのような案があるかを検討しました。その一部を抜粋したものをこの図にしていますが、最終的には IoT 農業という案で本ワーキンググループの検討を進めていきました。次のスライドお願いします。また、このようにリーンキャンバスですね、こういったものを初期段階に作成することで、2つ前のスライドになりますが、言ったように考えを簡潔にまとめることができました。次のスライドから木尾さんお願いします。はい。
ここからは GQM ストラテジーズを用いたゴール戦略検討の全体構造や外観並びに IoT 農業の具体的なサービス抽出を行うまでの討議内容をご紹介します。この一番上ですね、第一レベルではトップゴール1人当たりの生産量を 20% 増やすという数値目標に対し、複数の環境定義仮説を置きながら3つの戦略を掲げました。具体的には S1 の部分に相当し、左から1人当たりの耕作面積を増やす、面積当たりの収穫量を増やすという価値を高める2つの戦略と、面積当たりの不良品を減らすというペインを軽減するという1つの戦略を定め、それぞれ第2レベルのゴールに数値目標を分解して設定しています。以降同様にそれぞれを第2、第3レベルへと目標戦略をブレイクダウンしていますが、私たちのチームで着目したのはツリーの一番右側の S1 面積あたりの不良品を減らす配下で G3 サイズ不適合を 2% 減らすための収穫タイミングを予測できるようにすることです。次のページをお願いします。第3レベルゴール戦略をさらにブレイクダウンしたものがこちらのスライドで、第4レベルゴールが具体的なサービスやシステムに相当しています。名付けますと、いわゆる農作物データ統合管理サービスになります。 IoT を活用して作物の生育状態や耕作地の環境状況のモニタリングデータを提供し、農家の皆さんがベストな収穫タイミングを予測できるようにすることで、サイズ不適合品の削減につなげるというソリューションとしてまとめることにいたしました。またこの第4レベルでは2つのサービス、8つの機能を提供するイメージを描きながら、システムのアプリケーション層、データ層の実装方法についても議論しています。次の説明をお願いします。はい、今までお話ししたように、GQM プラスストラテジーズでブレイクダウンしたゴール、施策っていうのを、どのように、DX のシステムで実現するかっていうのを検討するために、デジタルバランスコアカードの手法を使って、整理をして、いったわけですけども、我々のグループではですね、先ほどの GQM プラスストラテジーズの要素を、素直に視点分析表に、持ってくるというようなことで、方針で作業を進めました。ここで今GQM グラフって書いてあるところがあるんですけど、正しくは GQM プラスストラテジーズグリッドですかね。そのグリッドから持ってきたということです。で、GQM プラスストラテジーズではステークホルダーの視点があんまりこう表現されていないので、どのゴールとか施策がどのステークホルダーに関わるかみたいなことはあんまり表現できていないんですけれども、このデジタルバランススコアカードの4つの視点の中で、経営の視点であるとか顧客事業者の視点っていうふうに、ステークホルダーの目線の分析をする整理をするところがありますので、 GQM プラスストラテジーズのゴールを、それぞれ経営の視点、顧客事業者の視点でこう割り振って整理をしていくっていうことができたっていうのが、このデジタルバランスコアカード の視点分析表を使うことのメリットの一つかなというふうに感じました。で、もう一つですね、GQM プラスストラテジーズでは、業務プロセスっていうものを表現するっていうことをしていませんでしたので、この視点分析表の業務プロセスの視点で、今回で言うと農作業のプロセスとして仕入れとか植えるとか、そういうものが出せたっていうのが、非常に大きいかなと思っていて、このプロセスを明確にすることで DX システムの機能が、どういうふうにこの業務のプロセスを改革していくかっていうのを明確にすることができるようになったかなというふうに思います。次お願いします。で、この視点分析表に基づいたアーキメートを使ってですね、モデル化をしていったわけですけれども、アーキメートを使ってモデルにすることで、よりそのどういうふうなその DX システムの要求がですね、業務プロセスを変革するかっていうのを具体的に示すことができるようになったかなというふうに思います。例えばですね、モニタリングする
サービスを提供するっていうところがありますけど、それがまあ作物の状態を確認するっていうようなプロセスをまあ改革することにつながって、まあ、それが収穫タイミングの予測ができるような価値を生み出して、でサイズ不適合を減らすというゴールを達成できるっていうのが、まあ、モデル上で、視覚的に分かるということで、まあ、このアーキメントを使う価値っていうのはあるのかなというふうに感じています。で、まあ、我々農業チームではもうこのようにですね、そのサイズ不適合を減らすっていうことに対して、まあ、DX のシステムとして例えば作物の色を監視するだとか、土地の成分量を、計測するだとか、まあ、そういうようなものを作ればいいんじゃないかっていうのを考えていましたが、まあ、メンバー内でですね、まあ、こういうのビジネスしたら売れるよねみたいな話も、していったんですけれども、まあ、先日ですね、まあ、このようなものを見つけてしまったんですが、次お願いします。パナソニックさんでですね、栽培ナビというサービスを提供しているようで、まあ、まさにこの作物とか土の見える化をしますというのが書かれていました。なので、我々が実現する前に先を越されてしまって、まあ、非常に残念かなというところを思っていたんですけれども、まあ、逆に言えばですね、我々の あの検討が、まあ、そんなに、筋が悪くなかったのかなという証明にもなっているのかなというふうに思います。はい、次からはそれぞれの、考察振り返りのページになります。吉岡です。まあ、それぞれ今回いろんなツールを使いました。でそれぞれの有用性というのは非常に理解できたんですけれども、どのタイミングでプロジェクトとして実際に進める判断を行うべきなのか、まあ、ビジネスとして儲かる判断、それはあの別の考え方だったりとかを使って別途チェックする必要性があるのかなというのが今回の感想になります。はい、私の方は各ツールの使い分けが難しかったと感じました。例えば吉岡さんからもあった通り、儲かる視点はどれで判断するのかとか、そういった全体像が見えないままちょっと進めてしまっているところがまずありました。そして GQM プラスストラテジーズを時間をかけて作りましたが、GQM の役割の全体を俯瞰するっていう要素について、なぜ俯瞰して整合性を確認する必要が今あるのかとかっていうのをうまく活用できなく、最後の方で活用がもう少しうまくできたらよかったなと、感じました。はい、はい、私の方からは、まあ、上位ゴール、トップゴールや戦略から の、 そのアプリケーションデータ構造まで の、 その全体の関係がこう GQM ストラテジーズで俯瞰できるので、まあ、よくこのシステムの戦略企画検討においてハウに偏った議論に陥りがちな課題が多いと思うんですけれども、まあ、この全体を俯瞰できることで、まあ、原点に立ち返って検討できるというツールとしてこの GQM ストラテジーズは有効だなというふうに感じました。はい、はい、私はですね、あの戦略検討にはいろいろな手法が、あると思います。で今回も GQM プラスストラテジーとかリンキャンバスといったものを使っていたんですけれども、やっぱりそのどういう目的でその手を使うのかっていうのを明確にしないとなかなかうまくいかないかなというふうに感じました。で今回もリンキャンバスを使ったんですけれども、うまくそこの情報を活用しきれなかったかなというふうに思っていますので、事前に戦略をどのように検討していくかっていう進め方、プロセスっていうのを定義してから戦略検討を進めた方が円滑にできるのかなというふうに考えています。で、まあそういう考察、振り返りを踏まえてですね、まあ、一つちょっと提案をしたいなと思っているんですけれども、まあ、このその事前に検討するっていう話をちょっとサンプルを作ってみたんですけども、例えばこういうような絵を描いてですね、ここで言うと丸が作業とか工程で、四角が、まあ、そこで作られる成果物とか、まあ、そこの工程に入るインプットの成果物だったりするんですけども、まあ、こういうその作業を表す図みたいなものを作ってですね、まあ、どうやって戦略検討を進めるかっていうのを整理していくと。で今回吉岡さんとか川崎さんも挙げてましたけれども、ビジネス的に儲かるのかみたいなところも、結構課題になるということが分かりましたので、まあ、一番最初にですね、経営環境を分析するっていう工程で、例えば SWOT 分析であるとか 4P 分析みたいな分析を使って、競合がどうかとか自社の強みどうかっていうのを分析した上で、最初にこうゴールとか、
施策のコンセプトを決めてですね、でそれをバリューグラフとかコンセプトファンを使って深掘りをして、リーンキャンバスでアイデアを整理して、で例えば経営層とかにプレゼンをしたりとかして、まあ、承認が得られるとか、まあ、自分たちで、カスタマージャーニーマップとかを使って評価をして、まあ、いけそうだって判断したら、GQM プラスストラテジーズを使って、目標と施策をブレイクダウンして、でそれをアーキメートを使ってアーキテクチャに落とすみたいな流れで、検討を進めるとスムーズにいくんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、検討する前に一回こういう形でどういう検討をするか、プロセスをこう整理してからやるっていうのが、まあ、大事なのかなというふうに今回感じました。はい、農業チームの発表は以上になります。はい、どうもありがとうございました。非常に皆さん全員でやっていただきありがとうございます。最後の提案も非常にいいですね。これぜひ、次の作業部、まあ、研究部会ですね、調査研究部会に参考にさせてもらいたいと思います。ありがとうございました。それではですね、次は、ヘルスケアチームですね。よろしくお願いいたします。ヘルスケアチームの酒井です。聞こえてます？はい、聞こえてます。あ、はいはい。それじゃあ、ヘルスケアチームは、家田さんと清水さんと森内さんと私の4人でやってるんですけど、酒井が、代表して、発表いたします。まあ、ヘルスケアということで、自治体が地域の住民の、健康増進を、まあ、どうやってやってるかってことをテーマで、進めてます。よいしょ。まあ、今回、ご説明あった通り、まあ、様々な、手法というか、まあ、ツールを使って、要件開発をしたんですけども、まあ、今回手順としては、まずゴール指向ということで、なんだっけ、GQM ストラテジーを使って、目的指向の分析を行って、そのまあゴールに対してはメトリックスっていうものをきちんと定義して、具体的に、その数量をもとに、ゴールを決めたと。でその数量、まあ、メトリックスをポジ、まあ、正の方に、変化させる戦略っていうのを、まあ、みんなで出し合って、まあ、そのための、まあ、コンテキスト事実と、アサンプション、仮定を明確にしながら、まあ、みんなで会話したと。それで、GQM グリッドっていうものを作成しました。で、次に、モチベーション分析、まあ、要件分析として、アーキメイトで定義されている、モチベーションのアイコンを、まあ、グリッドに対して、まあ、いろいろ評価して、それを行ったと。で、その評価をもとに、DX ストラテジーマップということで、バランススコアカードをベースにした、まあ、紐付けですね、マッピングをして、それによって、まあ、機能、まあ、いわゆるバリューとか、バリューとビジネスプロセスと、それからデータオブジェクトっていうものを、まあ、結びつけていったと。で、まあ、後でご説明しますけど、ちょっとこの2と3の間にちょっとギャップが大きすぎて、そのギャップを埋めるために、まあアプリケーション機能っていうのをまあ抽出しなきゃいけないんですけども、そのアプリケーション機能を決めるのがちょっと難しくてですね、まあそれを埋めるためにちょっと他のツールで、SCIA グラフというのを使って、まあ機能抽出っていうのを行いました。で、この1、2、3、4っていうのをまあイテレートして、実際のバリューという視点で、整合が合ってるかっていうことをまあ検討していったっていう内容です。ヘルスケアなんですけど、まあ皆さん分かってると思うんですが、まあ高齢化のために自治体のまあ医療費が増大してるっていうのが問題になってます。で、その問題、まあ課題に対して、まあ最終的にはこの健康長寿でピンピンコロ、つまりまあ医療費がかからないような健康の人が長、まあ生きてほしいっていうことが、まあ、この検討のポイントになります。今は、75歳、昔は75歳で、からはもう本当に、そんな長生きしなかったんですけど、今は75歳から、まあ10年とか20年とか生きるのが普通になってしまったんで、
その間に健康であるっていうことが重要です。で、男性の場合は75歳以上で 70% の方が要支援が必要になって、女性の場合は69歳で、まあ、12%、それで89歳までには 100% 支援が必要になるっていう状況です。で、こういう状況を踏まえて、まあ、45歳ぐらいからそういう健康を促進するような仕組みっていうのを提供するべきじゃないかということが、まあ、背景にあります。まあ、つまり自治体と住民が双方で、まあ、健康長寿である、そのために運動習慣が必要ですね。はい。で、まあ、それをするのに、まずこのゴール&ストラテジー、GQM ストレッグリッドっていうのを考えました。まあ、ゴールとか、ストラテジーとかをまあ作っていくわけなんですけども、ゴールの一番目に、まあ、病気にならないと。で、そのメトリックスとしては、まあ、医療費が伸びないっていうのような内容にしてます。まあ、先ほど岸田さんがいろんなストラテジーが、まあ、考えられて、そのどれを選ぶかっていうのはあるんですけども、まあ、これは一例として、まあ、いくつも案は出てん、戦略としての案はあるんですけども、まあ、抽出した一つとしては、運動する人を増やすという、まあ、戦略をまず考えました。それに対して、次のゴールとして、定期的に運動する人を 20% 増やすと。それから1人当たり運動量を 20% 増やすというような、ゴールを設定して、それに対する戦略っていうのを、まあ、こうやって上げて、またその前提となっている、コンテキストとかアサンプションっていうのを、まあ、上げました。で、この内容をもとに、この DX マップ、ストラテジーマップを作るんですけども、ここにやっぱりギャップがあって、なかなかここがうまく作れなかったっていうのが、まあ、実際の、みんなでやった時の課題でした。で、アーキメイトで、そのモチベーション分析っていうアイコンがあって、まあ、この上に書いてあるんですけども、出て、このゴール&ストラテジーにある、こういう文言に対して、バリューとかドライバーとかアセスメントとかゴール、ストラテジー、プロセスみたいなものを、実はここ、あんまり意識しないで最初挙げたんですけど、よくよく見ると、まあ分類することができるねっていうことで、そういうアイコンをつけました。あ、ゴールがこれで、ドライバーがこれで、これはバリュー。バリューとしては、この、これと。運動する場所を提供するっていうバリューと、運動量を可視化する、分析するっていうバリューと、他人と自分が運動量を比較できるような競争、比較できるようにして競争したくなるようなバリューっていうのを提供すると。それを実現するためのプロセスが、まあ、こうやってあります。っていうような、まあ、まあ、分析をしました。で、それをもとに、DX ストラテジーマップっていうのを作ったという内容です。まあ、ストラテジーマップは、バランスコアカードをベースにしてるんですけども、まあ、経営の視点、顧客の視点、プロセスの視点。それから、ここ、まあ、バランスコアカードだったら、ここは、まあ、学習と成長の視点、いわゆるヒューマンリソースに対する視点なんですけど、まあ、データ、DX の視点であれば、まあ、データ、リソースですね。まあ、人に関わらず、まあ、データとか情報とかっていうのも、まあ、リソースと捉えて、まあ、これを分けて、整理すると。紐付けで整理する。よっ。ちょっと待ってね。ここで、このプロセスって、この紐、アイコンつけたやつをここに展開して、それからバリューって紐付けたものをここに展開して、ゴールとして、まあ、ドライバーとして展開したものをここに、それからメトリックスを紐付けるという感じで、GQM、じゃないや、GQM グリッドにある、エレメントを、DX マップ側に展開しました。で、このプロセスをこの上の
ところまでは文言をそのもので展開できるんですけど、ここの下のデータのところですね、データオブジェクトのところは、このプロセスにある名詞をもとに展開しています。例えば、自治体内のジムや運動施設をマッピングするっていう、マッチングするっていう内容なんですけど、まあ、つまり、ジムとか運動施設、場所とか規模っていうのを、まあ、データとして持つと。体力、目的、メニューってあるんですけど、まあ、体力と目的、運動メニュー、食事メニューっていうのを、まあ、オブジェクトとして捉える。それから、運動量を可視化するとか、分析するとかに、するのに、まあ、歩数とか強度とか、から実際の標準的な運動量とか、それから体力、健康度合い、運動量のポイント、といったもので、まあ、名詞をもとに、ここのデータオブジェクトっていうのを整理と。で、ここまでやって、ここの間に、このプロセスとデータの間にアプリケーション機能っていうのが存在するんですけども、ちょっとやっぱりこのプロセスとアプリケーション機能との間にギャップがありすぎて、いろいろこう抽出して勝手に、みんなで議論はしてみたんですけども、あまりこの、感覚的というかエンジニアリング的じゃない、内容でしかちょっと整理できなくて、で、そこを、まあ、改善するために、データアナリシス、データ分析用に、スカイグラフっていうものを、まあ、ちょっと入れ使うことにしました。これは北陸先端技術大学の内平教授の、まあ、本に書いてあった内容を元に作ったものです。つまり、この絵は、ここにある価値に対して、価値と下にあるデータですね。まあ、さっき青いやつ。ここで、どこだ。ここで、違う。NEXT ここで、抽出した、まあ、データオブジェクトを、この分析をしている内容です。一番下がセンサーインプットってあるんですけど、まあ、このシステムの中で発生するデータ。で、コネクションって書いてあるのは、システムの外にあったり、まあ、どっかにすでにあるデータっていうのを、まあ、うまく連携して持ってくる。で、これらのデータをもとに、このバリューを実現する。というものです。で、この、どうバリューを実現するかっていうと、まあ、分析機能とか知的知識処理で、まあ、行うんですけど、まあ、その例としては、まあ、データの最適化とか、データの見える化だとか、データを元にした予測とか、もしくはモニタリングということになります。で、まあ、ここのデータ分析の案では、まあ、マッチング、運動施設をマッチングしたり、運動とか食事のメニューを作るっていうのは、住民の体力とか目的、それから住民の情報、それからジムとか施設の情報っていうのをベースにして、運動メニューとか食事メニューを作ったり、運動施設をマッチングしたりする。まあ、こんな感じで、まあ、機能っていうのを抽出いたしました。で、この機能を先ほど不明だったところに、まあ、こうやって入れたという内容です。まあ、これにより、経営視点、顧客視点、ビジネスプロセス視点と、それからリソースの視点で、まあ、すべてがこのバリューを実現するためのように、まあ、マッピング、バリューを実現できるように、構造を作ったっていうのです。で、これが、まあ、要件定義となって、まあ、ちょっとここに急に出てきたあれなんですけど、まあ、
こういった機能とデータとプロセスがある程度抽出できたんで、まあ、次の要件定義が終わった後には、まあ、アーキテクチャとしてこのプロセスとアプリケーション機能とデータをどうつなげるかっていうところをまあ整理していくってことになります。よいしょ。以上で、考察ですが、GQM グリッドに対してアーキメイトのアノテーションを付与することでグリッドとストラテジーマップをまあ関連付けるということを行った。で、グリッドに記載されているコンテキストとアサンプション、ストラテジーになる名詞動詞、同名詞を利用してエレメンツを抽出。で、データとバリュープロポジション、アーキメイトでいうバリューとかゴールを、ローデータからボトムアップで結びつけることで、機能をアプリケーション機能を抽出しました。で、以上の、まあ、ツールを まあ、うまく連携して使うことによって、ゴールとストラテジーの間に、整合の取れた要求抽出ができたというふうに考えます。はい。以上、どうもありがとうございました。はい、以上です。はい、ありがとうございました。ストップして。それでは、最後のエネルギーチームに移ります。よろしくお願いいたします。はい、それではエネルギーチームの発表をしたいと思います。共有はできてますでしょうか。できてます。ちょっと声が小さいようですが。あ、そうですか。いかがでしょうか。はい、聞こえますか。はい、まずですね、まあ、背景とドメインというところで、まあ、問題意識と、あと、まあ、我々、一つのソリューションとして、まあ、ビジネスを、提案というか考えましたので、まあ、そちらの概要について、最初に説明したいと思います。で、その後ですね、いくつかのツールでの実際の内容を発表しまして、最後に考察という形 になります。で、まあ、エネルギーチームは、まあ、エネルギーということなんですけれども、まあ、エネルギーといってもいろいろあるんですけれども、我々はですね、まあ、電力というものに、着目しました。で、まあ、電力が重要だっていうのは、まあ、説明するまでもないとは思うんですけれども、そうした中でですね、結構まあ災害とかによってですね、停電になったり、まあ、千葉で停電があったりとかしましたけれども、まあ、そういったことですね、日常生活に支障をきたすということが、あります。で、そういった中でですね、まあ、ドメインテーマというところになるんですけれども、災害発生したときでもまあ電気を安定的に供給できるという課題を達成するということに取り組みました。で、まあ、ビジネスの必要性ということなんですけれども、まあ、当然自治体とかでですね、非常用電源とかを用意している場合とかもあるとは思うんですけれども、実際のその生活をしている住民にですね、電力を供給するという仕組みは、まあ、我々が考えて限りないのかなというところで、まあ、それをちょっとサービスとして、考えました。で、どのように実現するかっていうところなんですけれども、まあ、被災の住民にですね、蓄電池や、まあ、EV という形で、電気を届けるというサービスになります。で、まあ、この、電気を届けるっていうサービスを、実現するために必要なまあ、サービスプラットフォームというものを、構築を、取り組みました。で、まあ、その効果なんですけれども、まあ、ステークホルダーとして、まあ、我々が考えたのが、まず住民と、あと自治体ですね。で、あと損害保険会社、輸送会社、あとは蓄電池の保有者というところになります。
で、まあ、ちょっと文章だと分かりづらいので、ちょっと図にしたもので、話をしたいと思います。で、まあ、左側、まあ、ビフォアというところで、まあ、サービスがない状態で、右側が、我々の考えたソリューションの、ビジネスになります。で、上の軸がですね、平常時と非常時というふうに分けてあります。で、まあ、災害発生したときにですね、まあ、プラットフォーマーと言われるのが、まあ、中心的なビジネスモデルのところになるんですけれども、まあ、蓄電池を保有しているところからですね、まあ、蓄電池をも運んだり、してですね、まあ、輸送業者に、住民まで蓄電池を運んでいただくと。まあ、EV 車であれば、まあ、そのまま、保有者と輸送事業者というのは、まあ、一緒になるかと思います。で、まあ、非常に、じゃあこのような仕組みで、電気の供給を、実現するんですけれども、まあ、非常時ではなくて、まあ、それを実現するための平常時ですね、どういった仕組みが必要かというとですね、まあ、我々がちょっと今回ポイントとして考えたのが、一つは保険としてですね、保険料をいただいて、それを原資として、まあ、蓄電池保有者に補助をしたりだとかですね、今回システム化、プラットフォーマーがシステム化するに必要な、資金を確保するというようなことを考えました。で、まあ、プラットフォームはですね、参加していただく、まあ、事業者とかに、登録していただいて、実際災害が起きたときに、まあ、どこにどういうふうに運んだらいいかとかですね、情報を収集しながら、住民に電池を届けるという、仕組みを考えました。で、まあ、実際の流れなんですけれども、まあ、他のチームと同じようにですね、まあ、コンセプトファンとかリーンキャンパスっていう流れでやってきたんですけれども、まあ、実際にちょっと行ったり来たりとかあったりですね、その辺はちょっと最後に考察として、紹介したいと思います。それでは安藤さんの方をお願いします。はい。では次をお願いします。さっき1ページ前の、まあ、順番とはちょっと、まあ、岡さんの説明あった通りちょっといろいろあったので、まあ視点分析表からということになるんですけれども、まあ、4つの視点で、まあ、それぞれゴールとか成果っていうのをまあ書いていくというものが、まあ、視点分析表なんですけれども、まあ、基本的に最初はまあコンセプトファンとかリーンキャンパスから、作っていこうとしてたんですけれども、やはりちょっと途中でどんなサービスになるのかとか、まあ、そういったところはなかなかメンバー内でもまとまらなくて、でもうそれにあたって、まあ、もう少しステークホルダーとか価値とかっていうのをもう少し固めようってことでビジネスモデルキャンパスを、まあ、さらに追加してやったっていうのが、まあ、今回のものなんですけども、その辺は後で考述されます。で、まあ、今回の場合は主な、サービスの主題というかメインっていうのはプラットフォーム事業者なので、経営の視点としてプラットフォーム事業者になるんですけれども、まあ、そこで、まあ、ビジョンと、まあ、レベニューと事業成功のために、まあ、どんな、要求があるのかっていうふうに、まあ、分析して、まあ、ビジョンとしては停電時に電気を迅速かつ的確に、被災者運ぶ仕組みを提供するっていうところと、まあ、主な歳入としては損保会社からプラットフォーム使用料っていうところと、まあ、この事業を成功させるために、まあ、4つあって、まあ、災害状況とか電気保有状況、まあ、配送能力の把握するっていうところと、まあ、あとは、届ける電気の種別、蓄電池なのか EV なのか、それを届ける輸送車の割合っていうのを手配をする、まあ、することっ
で、あと電気の到着の状況だったり、使用状況のモニタリングをするっていうところが、まあ、プラットフォーム事業者の、まあ、あのビジョンとレベルと、まあ、主要な要求っていうふうに出てきました。で、プラットフォーム事業者、この事業で、周りのステークホルダーとして、まあ、顧客としても、もちろん住民、その電気が足りなくなっている住民のである人と、このサービスをやっていく、一緒にやっていく、まあ、サービス提供者として、まあ、輸送会社、もしくは輸送可能な人と蓄電池保有者と損害保険会社と自治体っていうようなものが、分析で出てきました。まあ、それぞれ得られる価値としましては、まあ、住民はもちろん災害時の停電時に電気がちゃんと使えるようになる。で、まあ、輸送会社、まあ、他のサービス提供者としては、まあ、主に災害時の社会貢献とか、まあ、ブランドイメージがあったり、そのもちろんそのこのビジネスをやることでのもちろん災害時に手助けができるというようなことが、主な価値となるのかなと思います。で、自治体としましても、まあ、このサービスをその地域でやっているということがあれば、まあ、住民が安心して暮らせる地域だということが、まあ、内外に広めることができるので、将来的に住民を増やすことができるというのも価値なのかなというふうに思いまして、まあ、出てきました。はい、次をお願いします。で、そういったものをもう少し業務プロセスの視点まで落とし込んだものが、このページになるんですけれども、まあ、今回ですと、まあ、どういうビジネスにしていくのかっていうのをなかなかメンバー間でも齟齬があったりしたので、プロセスを、まあ、事前とか、まあ、そのいわば先ほどのあった、まあ、平常時ですねと実際に災害発生した時とその災害発生している間の災害発生中と、まあ、災害発生後っていうふうに分けてどんなビジネスなのかなっていうのを、まあ、詳細に書いていったっていうのが、これになります。で、まあ、多分おそらく、うん、メインとなるのが、まあ、災害発生時のところだとは思うんですけれども、まあ、この場合ですと自治体と連携して、まあ、住民の状況だったり、災害マップの状況っていうところを把握しなければならない。把握するっていうことが必要になるかと思いますし、で、その実際に被災にあって、被災されている住民の方にどうやって蓄電池なり EV を運んでいくのかっていう輸送ルートの算出と、まあ、それを実際に割り当てる蓄電池のを持っている保有者からの手配といったところが、まあ、重要なのかなっていうふうに思っています。で、もちろんその途中で災害発生中にもちろん蓄電池なので使っていくことがある、使っていくので、まあ、内容が減っ、充電量が減っていくので、どんだけ使われているかっていうとことと、を把握するっていうことと、もうそれが蓄電池が使えなくなったときに、まあ、再手配しなきゃいけないっていうところが、まあ、この、分析で出てきたところです。はい、次をお願いします。で、まあ、次がその事業プロセスに対してどこを、まあ、その DX のとして、まあ落とし込んでいくのかっていうところなんですけど、まあ、今回ですと、まあ、このサービスで、まあ、自動化できるデジタル活用して自動化できる部分っていうのを、まあ、抜いてきたっていうところなんですけれども、で、まあ、それに至って必要な機能と仕様どんなデータを使用しなきゃいけないのかっていうのを、まあ、ここで抽出しています。で、まあ、必要とする機能としましては、被害状況の収集と最適な配送管理のための最適な経路の算出と、あとどれだけの電力が必要されているのかっていう電力量予測に対して、まあ、それぞれ使用するデータとして蓄電池情報、EV 情報、まあ、あと輸送会社の情報とか、まあ、そういう、まあ、それぞれ、書いてあるような、データを必要とするだろうというふうに、
文章ベースなんですけれども、抽出していきましたというところが視点分析表の成果となっております。はい、小松さんお願いします。はい、では次に GQM プラスストラテジーです。ここでのポイントを2つ説明いたします。1つ目はまずこのテーマのゴールを災害時に被災住民に電気を迅速かつ的確に運ぶその仕組みを提供するとした時のコンテキストアサンプションです。災害時に送配電システムとか送電線が損傷すると停電が長期に及ぶということ、そして停電時の非常用電源としては蓄電池が考えられますけれども、それはまだまだ高額で住民の蓄電池保有率は低いというコンテキスト、それから今後も停電に至る自然災害は発生するというアサンプションが挙げられます。2つ目のポイントは被災住民への電気のお届けをどういったサービス形態で提供するかということです。ここでは画面中央の S2 の箇所に該当するんですけれども、損害保険の保証の形を取るということにしました。このイメージが固まるまではメンバー内でだいぶ議論を重ねました。ワーキング活動の終盤の方では電力会社が電気の契約のオプションに停電対応サービス、それを加えるという形で扱うこともできるねっていうアイデアも上がったんですけれども、今回はこのような形にしています。次のページお願いします。次がですね、アーキメイトを使った DX 戦略マップについてです。我々のチームでは今画面に表示をしているモチベーションレイヤーのマップと、それ以外のビジネスレイヤーやアプリケーションレイヤーの2つのマップを作成しました。今回のサービスはですね、重要なそのステークホルダーが多くて、それぞれがどういった動機でこのサービスに関わるかということをこのマップで明確にすることができて、サービスの具体的なイメージをメンバー間で共有できるようになったように思います。次のページお願いします。こちらのページはビジネスレイヤー以下の DX 戦略マップです。電気のお届けサービスプラットフォームで肝になってくるのが EV 車ですとか蓄電池の配送手配のプロセスと電気の利用状況の監視のプロセスでしたので、そこを中心にまとめた図にしています。はい、次のページお願いします。はい、それではここから、私の方から数スライドを使ってですね、今回の、チームでやってきた練習での、気づきであるとか、まとめ、考察といったものを、ご紹介させていただければと思っております。まずですね、こちらのスライドの方なんですけれども、ワーキンググループ、進めてきた中で、GQMS プラスストラテジーを、中心に使っていった中でですね、いくつか問題点とか課題点とか、あるなというところをか、気づいたところを書いているというところになります。やはり、GQMS プラスストラテジーを、使っていく中で、ビジネスモデルが不明確であったりとか、ステークホルダーというのは抽象的に、書かれてしまっていると、なかなか、議論が発散してですね、収集することができなかったというところが、我々の中で、課題として上がりました。またですね、実際、実用的に、取り組むといったときには、今回1月から、各週で、ミーティングなりを進めてきたんですけれども、やはり、数時間の作業ではまとめきれないというところが、多々ありましたので、やはり初めに決め事というところを、ちゃんと定めて、進めていくというところは大事な要素かなというふうに感じました。はい、では次のスライドをお願いいたします。でその中でですね、DX 戦略、実際に我々の進め方の、ご紹介になるんですけれども、
上段と下段とございまして、一般的に我々講義の方でも習ってきたところではコンセプトファンから始まって、DX 戦略マップをまとめていくというような上段の、進め方というのが、まあ、王道というか、あるだろうというところを習って、実際進めたわけなんですけれども、3つ目の GQM プラスストラテジーズの中で先ほど申しましたような、課題に、突き当たってですね、もう一度、立ち戻る必要があるというような話が出て、ビジネスキャンパスであったりとかアーキメイト、モチベーションこういったものを、再度、まとめ直してステークホルダーというのを、視点分析表の中で、しっかりとですね可視化をして成果物をまとめていったというような流れが、ございます。はい、では次のスライドをお願いいたします。で、このように成果物をまとめていく中でですね、我々の中での気づきとして、最後の、なんか、スラックチャット等の中で、話が出たんですけれども、やはりこういう事業、DX を推進していく中で、スポンサーへの説明というのは非常に重要な要素に最終的にはなるだろうという話も議論をさせていただいてですね、そういった中でこのご紹介した視点分析表なんていうのは、ステークホルダーに説明する上で非常に有効的なツールなのかなという形で、活用しやすいものなのかなというふうに考えております。またですね、まあスポンサーへの説明ということになりますので、人物金、情報の流れ、こういったものを、着目して、図式化して、資料を作成する必要というのは必要なんだろうなというところを、全員で議論したところがございます。では次のスライドをお願いいたします。最後、考察としてなんですけれども、まあ、DX 戦略を進めていく中で、バリュー、どこに置くのかというところで、当初議論の中でですね、やっぱり企業体として考えると、儲けることというところに執着してたところがあったんですけれども、で我々エネルギーと防災という観点を、していく中で、必ずしも儲けることだけではなく、社会貢献とかそういったような視点も交えながら考えていく必要があろうというところを、議論していく中で資料をまとめていったという観点がございます。まあ、これはエネルギー、我々の、課題テーマに沿った中での、必要な、要素だったのかなというふうに、感じたところです。下の部の、各種ツール、基本に関しては、各チーム、感じているところと同じようなまとめになっているかなと思っておりますので、活用していきます。はい、では、次のスライドは、各自の感想という形になっていますので、エネルギーチームからの活動報告は、以上とさせていただきます。はい、ご清聴ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。それではあの3つのチームの皆さんどうもありがとうございました。質問時間がもう実はあと1分しかないんですけども、一つですね、質問として受けたいのは、いろんなツールをですね、まあ、現場で、まあ、使うためにですね、なんか工夫がいります。どうでいるでしょうかというふうな、まあ、意味合いの質問があるんですが、どなたでもよろしいんですが、実際現場でですね、今回、まあ、調査研究したものを使うためにどうすればいいかということで、何かお考えのある方は回答をお願いしたいと思います。皆さん提案をして、いろんなツールをですね、プロセスに従って使っていくという提案をしてもらっているので、農業チーム の、まあ、まとめ流れだとかですね、ヘルスケア の提案だとか、先ほど最後のエネルギーもそうなんですけども、一応提案はいただいてるんですが、なんか追加してですね、これは言っておきたいというのがあればお聞きしたいんですが、どうでしょうか。特にございませんですか。じゃあせっかくですから各チームに順番に聞いていくといいらしいんじゃないですか。そうですね。はい、じゃあ、最初に、農業チームからいきますかね。農業チームからツールをですね、プロセスに合わせて使い込んでいくという提案を高橋さんから最後にしていただいているんですが、何か他に
中華すべきことありますでしょうか。高橋さん、あるいは農業チームの方。ちょっと答えになってるか分かんないんですけれども、やっぱりこう手法っていうのはこうみんなのこう意識合わせるために使うのがいい使い方なのかなと思いますので、提唱するっていうよりは、その手法を使いながら議論をしていくみたいなのがいいのかなと思います。現場で使うにはそういう手法を使いながらディスカッションしていくっていうのがいいんじゃないかとは思います。はい、はい、ありがとうございます。それでヘルスケアですけど、ヘルスケアはアプリケーションを見つけるために、まあ、新しいそのツールを見つけてきて、それを適用されたというふうになっているんですが、酒井さん、それが今回ヘルスケアでは一番大きな発見でしょうかね。酒井さんでもどなたでもよろしいんですが、ヘルスケアの方、どなたかご意見ございますか。特にないですか。時間の関係で、それではエネルギーのチームの最後に発表していただいたんですが、何かご意見、ツールを有効に使うための何らかの工夫というのは何か提案ございますか。はい、安藤、エネルギーチームの安藤です。はい、よろしくお願いします。まあ、それほど良い提案というわけでもないんですけれども、やはりこう、エネルギーチームですと、なかなか、メンバー間での意思疎通というか、イメージがなかなか合わなかったので、まあ、それが一番ネックだったっていうところもあったんですけれども、そこを、まあ、どなたかがおっしゃってたんですけれども、イテレーションで徐々にこう埋めていくっていうような、まあ、ツールとプロセスの合わせ技みたいな形で全員の意思疎通をうまく図っていってっていうふうに、まあ、そういうふうにしないとなんかすればうまくいくのかなっていうふうなのが、まあ、あったんですけれども、まあ、そこが何でしょうね、それぞれのスキルもあったりとかイメージもあったりするので、そこをうまく埋められるようにすれば良いのかなというふうには考えています。はい、ありがとうございました。それでは3チームの皆さん、どうも発表ありがとうございました。では、その次に行きます。ですね、次はちょっと時間が5分遅れているんですけども、関連事例紹介ということで2点ありまして、それぞれ5分程度ですが、最初に川崎さんの方から、この、調査研究ワーキンググループを、受講というか参加されて、それを、社内的に、説明されているんですが、それの、紹介をお願いいたします。